パーソンズ社の蒸気タービンを使用するダンジェネス。原子力発電所パーソンズはかつてイギリスに存在したエンジニアリング会社。タービン発電機を発明したチャールズ・アルジャーノン・パーソンズによってその生産のために1889年に設立された。パーソンズ社のタービン発電機を使用する原子力発電所はイングランドではブラッドウェル、コールダーホール、ダンジネス、 ヘイシャム、オールドベリー。またスコットランドでは、チャペルクロスとハンターストーンである。1968年にエレーローリー社と合併し、レーローリーパーソンズとなる。1977年には、クラーク・チャップマンと合併し、ノーザン・エンジニアリング・インダストリーズ社となり、さらに、それを1989年に、ロールス・ロイス社が獲得した。今日では、 複合企業であるシーメンスの発電所部門の一部となっている。以下は英語版ウィキペディア。ありがとうございます。